ただいまー決勝よろしくね。おかえりおかえり楽しみだな決勝ね、楽しみだね。楽しみだ。楽しみだね。誰が誰？おかえり。おかえり。おかえり。どうしたの？ひまの。どうしたの？どうしたの？どうしたの？いや、やっぱ一番カルビーのが効くわ。カルビーのなんかやっぱ違うな。何が？何が可愛い？真似できてるようで真似できてないもん。できてるよ。できないんだよな。できてるよ。できてるよ。妻はちょっと近いな。マジ？カルビ選手権する？いやもうダルさんは負けだよ。もう無理だよ。カルビは確定しないんだよ負けが。俺はまだわかんないよね。エビはまだやったいが。エビは無理だよ無理だよ。絶対無理だよ。無理だよ。エビじゃないよ。待ってエビをごらん。いやいやいや違う。普通のエビよやんこれ。違うよ。ガルビだよ。ガルビだよ。あんまやな。やっぱヒナのか。まあ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 。ヒナのやってよ。やってみてください。いやあれやってよ、お店アパレル店員アパレル店員の私。何それ何それ。ただいま店内 30% オフなよ。あーマジすげえ似てる。マジか。この洋服とっても可愛いし似合うと思うけどなうっざーそのアナウンスアパレル店員がめちゃくちゃタメ口で話してくるやん。面白い。いいだろ別に。似合うと思うけどな。買いたくなるわそんな。買う。自己評価。買う。自分のこと。みんな好きでしょ自分のこと。そこまで大好きでしょ。ダルマイズゴッドとか自分のこと大好きでしょ。まあ確かにな。ダルマイズゴッドは好きだよな自分のことな。何やと思ってる。いや絶対そうだよ。えでもね半々ぐらい。俺自分のこと好きだし嫌いでもある。あ分かる。嫌いとか思うの？半々やね。いや思う。へえ。好きな部分も半分あるし嫌いな部分も半分ある。分かる。なんか大人な答えだな。え全肯定なの？全部好きだよ。羨ましい。羨ましいよ。めちゃくちゃ楽しいやんそんな。そうだよ毎日が楽しいやん。もう楽に行きたいからね。プロジェクトエグ面白いんだよな。いやおもろいよね。好きつってたよね感じ。座学がなくていいって。そう座学苦手だからね。え何が苦手なの？定点覚えるのが嫌なの？いや嫌っていうかね、まあ、勉強が嫌いだからかな。勉強嫌いなのは分かるな。いやなんか ね、まあ、ねちょっと ね、 面白いよね勉強。まあ言うたら勉強だけどなんか苦手意識がやっぱあるんだよね勉強に。全ての勉強 に、 勉強に。うん。いやでもマジででもバロの時ほんまにカルビの動き刺さってたからいいんじゃない勉強してる方向性で。刺さるよ。ダルさんびっくりしてたもん。なんかびっくりしてた。なんかあれなんかバグったんかなと思ってたもん一回。アセントのさエミンさスパイク持って一人で歩いてきてなかった壁沿い。わかんねえ歩いたかな。え俺だから本当にバグったのかと思って落ちたんだなって思ってたの。まあ、落ちてないわ。うーんそれさいろんな敵のチームに言われるんだよね。なんかスパイク持って詰めてきたってあれ、ね、いろんな人に言われるから多分無意識に多分何回もやってんだよねきっと。いやスパイク持ってなかったら一人で来てるなぐらいで終わってるけどスパイク持ってるんよ、うん、なんか。いやあとねこのゲームのね素晴らしいところはねスパイクを持つ必要がないところだね。それはそうね。いやほんとねそれはね神押し付け合いがない最高だよ。なんかコメントで2勝したら決勝確定よ、うん、算数が…てんてんてんって言われてる今3分前え？は？え？やるかマジで。やんのかって。学歴対決すんのかお前ら。やんのかって。やんのかよ。俺の学歴の出せるカードはマジで弱いぞ。じゃああんま強気じゃない。気になるな。どんぐらいなの？かかってこいよ。どんぐらい？うん、終わってるよでも別に。終わってるんだ。あんまり出してないけど。うん。まあ終わってるね。
低学歴やね。じゃあ私勝てるかもな、学歴カード。あ、お前学あんのか、学歴カード。私は持ってんの。短大中退だ。うわー、つえー、つえーんだ、つえーつえーだ。どうだ、マイクか。短大にちょっとでも入っていただと。そうだよ、つえー、結構勝てるよ、短大中退カード。俺の学歴カードじゃ勝てない。カルビのさ、うん、何ロッカーの鍵が開かなくて中退は何？いや、なんかね、不幸がいきなり重なったんだよ。どういうこと？いや、本当にロッカーの鍵が開かなくて、数日間何もできなくて、勉強についていけなくて、うん、で、ちょっと短大で痛くてさ、私ちょっと痛いって言われてて。痛い？なんか、ゴスロリにたまごっちで行ってたの。ゴスタマファッション。そう、ゴスタマで行ってて、で、それでちょっと友達ができなくて、ついていけない時にさ、やっぱ友達に助けを求められない状況積んだんだよ。まあまあまあ、確かに。それでね、それでやめた。寂しいね。そう、同じ大学おったらな、俺が助けちゃったのに。助けたんだけどな。たまごっちでも受け入れてくれてた。いや、俺も一緒にやってた、一緒にやってた。じゃあ、俺もじゃあジンベイにデジモンのやつで行ってたよ。ジンベイはすごいわ。ゴスタマファイターとして。そういう人がいればよかったんだけどな。でもね、やめた日にね、ロッカー開いたんだ。どういうことなの？どういうことだよ。ひどいよね。ちょっと待って、ゴスロリにたまごっちで言ってたっていうのは何？たまごっちを首から下げてた。あ、そう。それはもう死なせたくなくて。いや、なんかその時ハマってたの、たまごっちに。あー、死なせたくない&おしゃれ。おしゃれのパートですね。そう。たまごっちがおしゃれだと思ってたからね。あ、今は思ってない。かわいいよね。今はね、思ってない。今思ってない。今何が熱い？何もしないよ、そういうの。ゴスロリは？ゴスロリもないね。てか、もう服買ってねえ。外出ないからね。いいね。そう、服買わん。順当にマジで引きこもりみたいな思考になってるんや。うん、そっちに寄っちゃってる。俺も買わないんで。いや、買わないよね。ちょっと出る予定がないんだもんだって。そうなの。ひなも服好きそうだけど。ちなみに毎回可愛いよ。可愛い服買ってんだ、ひなの。ひなの可愛い服買ってんの？違う、買ってない。買ってない。作ってんだ。毎日作ってる。すげえよ、ひなも。毎回私好みの服着てくるんだな。うわ、狙ってんだ。かわいい。マジ勝負枠で言ってんだ、ひなの。それ用のね。違うよ。え、なんか俺勝手なイメージなんだけど、エビをめっちゃおしゃれそうなんだ。いや、わかる。うわー、いいイメージやね。イメージ。いいイメージやね。服買う？結構。まあ、おしゃれ番長と呼ばれてたよね。おら、それ怪しい、怪しい、待って待って。いや、ちょっと待って、怪しいよ、これ。なんか、古い。ダサそう。バカにされてるパターンのおしゃれ番長とおしゃれなパターン似たくあるよ。それはもうちょっとみんなに任せるけど。ほんとそうね。想像。うん、それは想像任せるけど。いや、でもなんかおしゃれそうよな。なんかすごい活かしたサングラスとかしてそうだもん。うわ、わかるわ。なんか丸いさ、ちょっとかっこいい高そうなサングラスしてそう。衣装じゃない。衣装なの？そういう衣装あんの？なかった。丸サングラスなかったっけ？丸サングラスあるよ、俺は。衣装あるよね。あるんだ。あるね、それのイメージか。常につけてんだ、じゃあ、あれ外出するとき。あれはもうつけてるときもあるね。あれ着こなすん結構すごいもんな。ねえ。でもかっこいいよね、エビオのあの丸サングラス。かっこいいよね。色付きサングラス似合うのいいね。サングラスが似合うってすごいことだよ。酒がうまかったな。酒はガッチリ美味しい。お酒好きなんだ。飲めんだ。大好き。大好きよ。弱いんだよな、酒。弱そう。酒弱い。
マジで雑魚そう二人とも。お前マジで対マンしよう今度。立ってこいお前マジで。ディスコードテキーラ勝負しようじゃん。マジでかかってこい。マジで負ける気しねえ。強そうやもんなんか。うん強そう。ね。テキーラは好きじゃないな。ちゃんテキーラ弱いもんね。テキーラは好きじゃないな。どんなことねテキーラなんて。日本酒まではいける。テキーラってなんだ。見た目がね。なんだ。テキーラってなんだ。テキーラを知らないってことね。うん。全然わかんない。いいかもな私。飲んだことあるわあんたは。ある。うん。一緒に飲んだ時。誰かに渡した。うん。一緒に飲んだ時飲んだよ。飲んでたよ。どんな反応してた？うん、苦そうな顔してた。じゃあ苦手だわ、うん、日本酒はではいけるけどな。日本酒ダメだな逆に。日本酒無理なんだ。日本酒飲めないんだ。何お前やんのだから。やんのだってお前。日本酒飲めないんだ。わかってこいマジでお前は。かわいいね。うぜえマジで。イラつくわこいつ。なんだ。日本酒が一番好きやわ。焼酎が一番好きや。渋いねみんな。薬みたいな味しない焼酎って。え待ってごめんだから好き。えどういうこと。だから俺薬が好きなの。好き方な。好きな方な。薬が一番好き。怖いよ。薬が怖いって。いえそういうことじゃねえよ。マジかよ。薬飲めたねとかに進むタイプのやつ。エビオ今配信ついてるよ。いやついてるよ。よくないよエビオ。俺だってついてる。今日だけで何回炎上するの。GTA でなんか裏路地で OGG 吸ってた。いや違うよ。マジかよ。あれ直で吸ってるやついないだろあの世界で。カルビはお酒飲むの。全然飲まない。マジで飲まないね。全然飲まないよ。絶対弱いカルビ。弱いけどすぐ冷める。いいや、早いんだ。そう早い。消化は早いけどすぐ酔う。んだからね友達と飲んだりすると悲しいことになるよ。なんで。友達が酔ってる時にもう私は冷めてるから。冷めてんのか。そう確かにね。そう本当に悲しくなる。飲んでも飲んでもだからな。じゃあカルビ飲み行くか。ひなのとは怖いな。なんでだよ。やばいよ。私ね、飲みすぎで吐いたこと一回もないの。うん、気持ち悪くなったこと一回もないからさ、知りたくない。うん、怖い。強くないじゃんそれ。うん。強いのかな。でもね、そう気持ち悪くなる前に、ね、なんか。脈が張って、あ、死ぬって思ってね、やめる。死を感じる。そう、死を感じる。気持ち悪くなる前に。それはきついか。そうなんだよ。一回あるなぁ。一回あんだ、でも。そう、一回だけある。なんか負けたら罰ゲーみたいなやつ。飲み会とか。なるほどね。死ぬほど負けたから、死ぬほど飲まされて、めっちゃ吐いた。ひなの、ひなのそういうことしてきそうだもん。定番の吐き方。しないよ。しない吐くのめっちゃ苦手なんだよ。いやわかる。吐くの苦手。いや都会な人いるんか。いないだろ。めっちゃ得意よ俺。ないそれ。めっちゃ得意俺。おった。何得意って。めっちゃ得意俺。得意ってなんて。辛くないの。辛くない。吐くの全然辛くない。え気持ちいいってこと。いや違う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 。やばいやつになるから。そういう雰囲気好きで。いや何が得意で。何が得意。かいつまんだらそうなるから。ちょっとまずいよそこだけかいつまむの。でお酒好きじゃないし別に俺。エビオ変だよ。おかしいよ。だから変なんだわエビオ。なんでここのやつらに言われるんだ俺。いやでも実際マジで変だぞ。変だろ。なんだよ。それはそう。なんかなぁ。なんかすごい嫌。ねぇ、見下してんね。見下してない。私たちのこと。ちょ、肩組んでんだよ。組むなよ。組んでこないで。組むでしょ。疎外感すごい。組んでこんな。俺でもここの誰とも肩組めない。なんで？変だもん。なるさんが一番変だもん。なるさんが一番変よ。俺の変なポイントなんてさ、あげられなくない？ほら。
ほら存在が変概念が言葉で表せないほどのおかしさ修正不可能すぎそうだからもう肩は組めないよそりゃそうなんだえでもそれ以外で上げらんないでしょ変な部分ってだから俺の価値えじゃあ他の人は言えんのってねだからねそのだから私のどこが変なじゃあ私のどこが変なお前お前って言うお前のそこだよ変なところお前って言うのお前変なとこお前って言うなさてやりてえよ決勝ベランダマップだけは嫌だよこれだけは嫌だよやっぱねそれは嫌だよベランダは嫌だよエビオだけなんか変なんだよなんで俺だけ釣られるなんかエビオってエビオってなんか変だよねなんか変だよねもう何でも言っていいと思ってるやん全部言うやんエビオお前変だよカルビがそういうってことは変なんだよ、うん、変だよ、エビオは知られたくない、カルビさんにはカルビさんには言われたくないお互いがお互いを舐めてるパターンお互い舐めてるよ、これ下に見られてんのか、私お互い舐めてるまあそうだもんな、22キロだもん当たり前だわやばいそうだねエビオかエビオ以外かのチームでしょ金髪だし金髪だしうんえあれでしょそういうことなんだっけローランドでしょあれあー確かにローランドでしょもう意味わかんねえよえ俺か俺以外かってローランドじゃないのそうよいやそうだけどそうでしょ金髪だしは意味わかんないよ俺が本気出したらいや同じ金髪だから全滅させれるよダセえダセえマン小田さんの髪型いいないいよねね俺好きこういうの髪の毛結構長いんかななんかケンキさん鼻筋綺麗なんかさっきからめっちゃケンキさんのこと褒めてねいやなんかあんま顔見ることないからさ、まあ、でも綺麗だよな確かに滑り台できそう滑り台滑り良さそう、うん、鼻筋で滑り台できるいやインタビュー気になるな、プッサンの鳥が鳴いてる後ろでハッピーだからねハッピーだよハッピーだよハッピーだよハッピーハッピーダンスですよさあ、ということで以上チーム2の皆さんでしたかねあれあれあれいや、あのねえプッサンだけど以上か以上かなあれはいナンバーハッピーしナンバー忘れられてるよあー、プロさんすいませんすいませんすごいじゃん今のちょっとはいあのもう目頭が熱い思いですねもうあの涙が止まらないここで皆さんとここまで来れたっていうのはやっぱりあのここまで積み上げてきたあの強さっていうのとそして育ててくれた両親両親とその方たちも感謝したいなと思いました結婚式今みんなで連携してあの頑張ってハッピーになりたいと思いますありがとう今までありがとう今までありがとう今までもうお別れの時なのかな最高のチームだよいやもうこのチームにはね心が熱くなるよプロさんこのチームよろしくお願いしますねはい任せてください全部背負いますありがとう声高ありがとうございますかっけー30代とか多分最後のマース聞き取れないでしょう多分ね高すぎて、ね、多分無理だねさんをこうちょっと昨日からずっと喉から血の味するんだけどこれえやばくないえプルルダメージがずっと残ってんねなんかずっと残ってるんだけどずっとダメージ入ってるずっと入ってんねふっさんに笑いすぎたいやなんか違うプッサンに笑いすぎたっていうよりプッサンと戦ってたこの人は戦ってた、ね、そうプッサンの元気さにねなんか釣られたっていうか負けず嫌いが発生して私も先に続けた負けず嫌いになっちゃったのプッサンに対して挑むいや無理だよファイトしてたんよな
ちゃんと負けた。プッサンだって怪獣だもん。プッサンはだって。から負けた。プッサンと熱いドームファイトしてたよ最後。いやすげえわ。戦えるもん。最後のドームファイト、俺のチャンネルでかけ始めようかと思ってたけど負けた。さすがに喉の血の味がどんどん濃くなってきてからやめた。ぐらいよ。やばい、これ明日心配になってきた。クソダメージ入ってるやん。もう爆速で入ってやるから。俺も誰が一番早く入れるか勝負しよう。いいよ勝負しよう。いいよ。入って。ディフェンダーでレディを最速で押したやつの勝ちね。OK。わかった。RT ね。うわ、めっちゃ緊張する。なんか緊張するな。そうそうする。試合よりそうそうするけど、これ。おい、集中力高まってるよ、俺今。ここで集中力使うな。黙んのやめて。やめろ、話しかけんな。しゃっ。いやマジで早くね、猫の子早くね。俺4位今今日一番集中した。ねね。一番集中してた今ね。もう疲れたもんな。わかる。いやちょっと困る困る困る。もう力抜けたわ。ってなってる今脳が。からでしょ。これで終わりだっけ今日って。さあ4位か。うわマジか。何やったんやろ。悔しい。キラのドベアでなこの戦い。いや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 。ドベン遅いね。いやこれでもさ、やっぱデュアルディスプレイちょっとずるいよな。でもデュアルディスプレイじゃない人はいないんじゃないの。一枚なの、ね、みんな。ええシングルマン。マジシングルやね。ガチ。シングルなの。じゃあ、ってなってきたらさ、デュアルやのに負けてる。黙れ黙れ黙れ、お前黙れ。お前黙れ。まあ、かわいそうだから、あえて負けてあげたんだよね、あえて、まあ、なるほどね、あえてね、優しいんだね、ひなのは。そうだよ、カルビー、私も優しいんだよ。すごい優しいよ。カルさん、泣いちゃうかなって思ってさ、やっぱ男は立ててあげないと。ここで持ち上げたからさ、入力してたからな。いい女。そうよ、男は立ててあげないといけないから。分かった、学ぶ。私、ひなのから学ぶよ、そういうの。いい女だろ。うん。私の背中を見て育ちなさい、カルビ。師匠になってくれ。いい女の。